佐藤ひろこでしょうねを始まるよ。Ladies and gentlemen, this is 佐藤ひろこでしょうねを。こんばんは、佐藤ひろこです。佐藤ひろこでしょうねを、今夜は235回目の放送です。本放送を聞きの方も再放送を聞きの方も、皆さんそれぞれいかがお過ごしでしょうか。随分とね、肌寒いを越してかなり寒くなってきたなと思います。いよいよ我が家も冬支度がしっかりと始まってまいりまして、冬支度の結構最初は毛布を出すよりも先にね、加湿器を入れるっていうのがね、佐藤家では主流になっておりまして、でしかももう黙々炊くんですよ、加湿するんです。でその次に、ひんやりカーペットみたいなやつを、常温のやつね、普通のコットン素材のねやつに変えて、でただね、ここ数日本当寒いじゃないですか、夜ね。なので掛け布団だけもう冬のやつ出しちゃいました、もっこもこのやつ。いやこれ冬私越せるのかなって心配になりませんけれどもね。そんな今夜ですけれども、一応10月なんで秋という季節でございますから、今月のメッセージテーマは〇〇の秋教えてということで、ラジオの前のあなたからメッセージを送っていただいています。早速ご紹介しましょう。ラジオネーム川越の旧エスティマ30系、ありがとう。ひろこ姉さんお疲れ様です。はい、お疲れ様。先日の佐藤ひろこファンクラブオフ会お疲れ様でした。念願だった姉さんに直接お会いできて、生歌まで聴けるなんて。また機会があれば参加予定であります。さて今月のテーマですが、私は仕事の秋になっています。昨年の秋もおかげさまで忙しかったのですが、それ以上に忙しくなっております。年末まで予定がパンパンです。ですがそんな中でも美味しいものを食べ、ランニングも欠かさず、趣味であるバレーボールで汗を流すこのルーティンは外せません。仕事の秋、運動の秋、食欲の秋と、もりもりの秋に今年もなっています。なんだかんだで楽しんでます。ひろこ姉さんも秋を満喫してください。ラジオネームエスティマ30期ありがとう。今夜はこの秋を楽しむためのイベントの情報をたっぷり30分お伝えしていきます。やっぱね、秋になるとイベントごとが全国的にも増えてきますよね。私はイベントの秋かな。食欲の秋も欠かせないけど、今夜はゲストの登場です。お楽しみに。この番組は干し芋王国土佐木農園、児童発達支援事業所のびる場、水道電気ライフラインは株式会社三井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店、男性専用脱毛サロン一毛打尽、そしてラジオの前のあなたと一緒に作る番組です。今夜も30分お付き合いよろしくね。佐藤ひろこでしょう。さあということで、今夜素敵なゲストの方が来てくれています。自己紹介お願いします。はい、またまたお招きいただきました。株式会社水井正幸です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
先月、あれ先々月、あれ先月かなですよね、はい、なんか時が経つのが早すぎて今自分がどこにいるのか分からなくなっちゃう。そうそうそう、でエアコン工事はそうですね、そんな話しました、ね、そう、シーズンじゃない時にした方がいいよっていう話をしてくれて、はい、そうですそうです、うわなんていう締めなんだって言って終わっていったっていう感じだったんですよ。はい、それでですよ、まあ、その時もちらりと言いまし話してて、うんうん、10月また告知で来てくださいねって言ってたと思うんですけど、はい、なんで来ました、はい、何のこれ告知ですか。今回はハロウィンナイトの告知ですね。やったー、はい、これ、はい、身分流私これ気づかなんだね、さりげなく書いてますね、さりげなく書いてありました、はい、身分流福部たちのハロウィンナイト、はい、2023でございます。そうですね、はい、身分流っていうのは、まあ、多分あれですね、多分っていうのもなんですけど、何ですかこれなんとか流、刀シャキーンカ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 ンみたいな新影流みたいな感じ。そうそうそう、何ですかこれは一体。まあなんか巫舞のハロウィンの場合は、うんうん、普通ハロウィンはかぼちゃのランタンを使うんですけど、はいはい、やっぱ巫舞といえば、ね、うん、今ねかんぴょう推しですから。そうですねずっと推してたんですけどね、まあ、ずっとね、そうそうそう、うん、気づかれてないだけで案外結構推してましたね。そうなんですよ。何感ですか何感でしたっけサビ感サビ感でね、今ちょっと話題になってますよね。みんな検索してみてくださいね、サビ感ね。なんかあるんですよね、巫舞といえばサビ感が、はい、そうなんですよ、うん、そのかんぴょう、要はかんぴょうの原料なる夕顔の実が、まあ、福部って言うんですけど、それを乾かしたやつをなんかくり抜いて、うん、周りがカチカチになってて、それをそのジャックオーランタンの代わりに使って、まあ、ハロウィンの飾り付けをしようっていうのが巫舞流っていうところに多分つながってる。なるほど、はい、かぼちゃは一切使ってません。あ、一個も一個も使ってないはず。ぶっちゃけ私こんなこと言うのなんなんですけど、はい、かぼちゃよりこっちの方が作るの簡単じゃない。まあ乾かしとくと中がこうスッカスカになるんで、はいはい、で軽いしね。栃木県の伝統工芸品でもありますよね。そうです、何でしたっけ。そうです、福部細工。それだ、はい、福部細工みたいな感じ、ね、そうですね、そうです、まさに福部細工をもっと簡単にね、ちょっと雑に作った感じですねそんなことない、福部細工も結構雑だよそんなことそれもそれもないそれもそんなことない。そうなんですね、はい、これって今、まあ、今何回目になりますか。ね、イベント、会場を使ってのイベントとしては、確か4回目になります。で途中コロナ禍で、会場使えなくて、お客さん集められなかったので、インスタコンテストとかそういうのを2回ほどやらせていただいて、トータル6回目ですね今回。6回目だ、はい、そっかそっか。会場が使えなくてもイベントを中止にするのではなくて、はい、ね、別の形でハロウィンナイトはあったわけ。あったんですよ実は。へえ、そうなんですね。今もう本当に2週間前になりますから、はいはい、準備とかっていかがですか。そうですね、もうだいぶ内容ももうしっかり固まってきたので、あとは、まあ、当日前に会場の飾り付けだったりとか、あとあれですね、お化け屋敷出ました。これ毎年恒例となっておりまして、はい、大人気。そうですね、これあれいつやるんでした。ね、ハロウィンナイトのイベント自体は、10月の28日土曜日。毎年土曜日でした。そうですね、去年は確かたまたま30日かなんかにちょうど土曜日が当たったのでちょうどよかったんですけど、じゃあハロウィンの日に一番近い土曜日で。そうですね、はい、毎年やってて、今年は10月の28日土曜日で、はい、午後3時から夜8時までやってるんです、はい、そうですね、やってそうなんですが、はい、さっきそのお化け屋敷があるって言ったんですけど、はい、どこでまずお化け屋敷ができるんですか。そうなんですよね、会場が巫舞の蘭学通りっていう
ところのにある高校寺さんっていうお寺でやるんですよ、そのイベント自体を。お寺でイベント、はい、そうなんですよ。お寺ですよね。お寺です、お寺です。ちゃんといるな、はい、そうなんです、本当にいるやつです、ね、ちゃんといるやつだな、はい、はあ、そう、お寺の境内を使って、まあ、境内の中にもともとそこがあの幼稚園を昔やってたんですよ。はいはいはい。でその幼稚園の園舎がまだ残ってるんですよね。はあ。なのでその使っていない園舎をお借りしてお化け屋敷をやったり、まあ、あの園舎が2つあって、片方でお化け屋敷をやって、片方はあのワークショップなんかをその建物の中でやって、で園庭というか、まあ、境内の中で仮装コンテストをやって、本堂の目の前ですね。出た出た。これが仮装コンテストがこのインスタ、さっきもちょっと話したインスタにも連携されてるし、そうですそうですそうです、はい、こちらもえらい人気だそうで。そうなんですよね、やっぱり皆さんやっぱり変わりたいんですね、なんかね日常からちょっと違う自分になりたいみたいな。やっぱ楽しいんですよ。そうなんだ、はい、なんか他にもいろいろありますよね。そうですね、今度そのお寺の前に、参道があるんですけど、はいはい、その参道のところは、飲食だったりとかの お店がちょっと並びます。キッチンカーだったりとか、あ、はい、そういうのが並びますね。じゃあキッチンカーとか、まあ、飲食も結構出るし、はい、そうですね、他にはどんなものが。あとはその参道のちょっと外になるんですけど、うん、古い長屋があって、はい、そこの一角でなんか占いの館もやるって言ってました。あ、それはちょっと初耳、はい、今までなかったな。なかったです、なかったです。何その占いの館、はい、やるって言ってました。何占いなんでしょうね。鑑評占い、違う、絶対それ、逆にそれじゃなかったらダメ、それ以外はやっちゃダメあるみたいでしょ。面白い、はい、いろいろ皆さんお知り合いをこう伝ってご参加いただけるみたいな、めちゃんこ楽しそうじゃないですか。そうなんですよね。新しい朝、七色の虹が君を待っているから、不安だらけの闇に揉まれても。ここで曲をお送りします。佐藤ひろ子でラン。世界と飛び出したならきっと出会えるさ。
この足で大地を蹴って走り出せるかな。お送りしているのは佐藤博子でラン。今夜は株式会社水井の水井正幸さんがゲストで来てくれておりまして、10月28日に行われるハロウィンナイトのお話たっぷり伺っています。後半も引き続き水井さんとの楽しいトークをお楽しみください。佐藤ひろこでしょうネオ、これはどうやったら行けるんだ。これ駐車場とかだって。そうなんですよ、ちょっとね今回駐車今ね、すいません、三部の今まで旧庁舎、役場が近くにあったんですけど、はいはいはい、移転しちゃったんですよ三部の役場が。そうですよね、はい、国谷駅の方に移転しまして、もともとの役場がすごくその会場に近かったんですけど、うん、で前はそっちが駐車場を使ってたんですけど、今その解体工事中で、あーなるほど、駐車場がそこが使えないんですよ。なるほど。なのでお車でお越しの方は中央公民館、城址公園、城址公園の駐車場、もしくは、うんうん、ちょっと少ないんですけど足利銀行さん、はいはいはい、あそこもちょっとお借りしてるんで、西田って20もうちょっと置けるか、20台ぐらいですかね多分、はい、ね、かあとはもう本当に東雲公園の、右岸側、おこと神社側にある公園の駐車場がちょこっとあるんですけど、はい、そこに止めて役場の裏あたりからちょっと歩いてきてからいただく感じですね。なるほど、はい、なるほど。そうか、蘭学通りっていうのが街の中を通ってるメインストリートといいますか、そうですね、はい、あそこら辺確かにコインパーキングも確かにないな。ないんですよね。そうなんですよ。逆に有料駐車場がないから、はい、無料の駐車場、はい、そうですそうです、プライスレス、はい、そうですね。やったー、まあ、ちょっと遠かったりするかもしれないけど、はい、少し歩きながら、はい、季節的にもね、うん、そんなにあの暑くも、まあ、ちょっと涼しいかなっていう季節なので、ちょっとお散歩でもしながら歩いてきていただけるといいかなと。そうですね、はい、でも城址公園の駐車場だったら結構広いし、そうですね、はい、あっちはいっぱい止めます、止められますんで、うん、はい、そうか、じゃあそこで車止めたり、まあ、あとは電車でお越しいただいてって感じですよね。そうですね、はい、遠い方なんかは電車で来ていただくといいと思います。東武宇都宮線の三部駅、そうですね、どっち口でしたっけ、はい、西口というか、まあ、出口、改札は1個しかないので、そうでしたっけ、はいはい、改札側にずっとそうか、下くぐって、そうなんですよ、出てから地下道があるんですけど、そうかそうか、はい、あの改札出ていただいて、そのまま真正面にずっと来ていただくと蘭学通りにぶつかりますので、ドン付きを右ですね、はい、右に行っていただくと会場が見えてくると思います。なるほど、いや盛りだくさん、情報が盛りだくさんだな。そうなんですよ。水井さんはどこにいるんですか、どのあたり担当なんですか。私は一応毎年お化け屋敷を担当してるので、お、うん、あのだいたい中で死体になってます言っちゃった、何体ぐらい死体が転がってるの。そこら中に死体が転がってます。やだやだ、ね、お寺ですよね。ですね、やだよ、お寺の使わなくなった幼稚園です。やだよやだよやだよ、絶対行けない、本当に毎年その話聞きますけど、多分これからも行かないと思います、はい、もう断言しましょう。ぜひ、まあ、本当に盛りだくさんのイベント、こちらは入場は無料かな。そうですね、会場にいらしていただく分には無料で、うん、各そういうアトラクション、
なんだお化け屋敷だったりとか、まあ、あとはワークショップ参加費だったりとか、うんスタンプラリーがクイズラリーかなクイズラリーもあるんで、はい、謎解きスタンプラリーかな、はいはいはい、それもあるのでそれが参加料がちょっとずつ100円とか200円とか100円200円、はい、そんな感じでかかってくると思いますけども安いな、はい、あのお子様向けのイベントなのであまりその高額な設定にはしていないと思います確かにお母さんから1000円もらってもそうなんですよそうお小遣い握りしめてくる子供たちが楽しめるイベントにしたいので余っちゃうな1000円も持ってきたらじゃあ最後焼きそば買ってもらってあ本当だ焼きそばそんなすんのそんなするんだの焼きそば実はあ美味しいかなしょうがないへえそうかあじゃあもう来場いただいてちょっと映えスポットとか、ね、映えてる人とか、はいはいはい、映えてる人も多分そこら中にあふってると思いますんでいや本当そうですよあの仮装コンテストに出ない人だって、はい、みんな仮装してきてるじゃないですかいやそうなんですよもうだからハロウィンなんでもう来る人は基本仮装してきてくださいっていう感じですねそういうことか、はいはい、逆に私服で行ったらちょっと浮いちゃうちょっと浮いちゃいますねはいはいはいそういうところにこう、ね、なんか仮装して遊びに行って、はい、で気が向いたらお化け屋敷に入って、 そうですワーキャーしてワーキャーして、はい、ワーキャー占ってもらって、はい、カンピュー占いしてもらってカンピュー占いって何してもらって改めて詳細お伝えいたします、はい、10月28日土曜日午後3時から夜8時までの開催となっております三部流福部たちのハロウィンナイト2023です無料でお越しいただける、はい、しかも無料で近くの三部に関係する駐車場がそうです、ね、まあまあ結構あんな、はい、あちこちある止められます止められるということで、はい詳しくはどちらにお問い合わせしたらよろしいですか三部の観光協会になりますので、はい電話番号がですね、はい0282-81-1844 0282-81-1844 にお問い合わせいただければと思いますあとはインスタグラムとかフェイスブックでもみぶハロと検索していただくとヒットすると思いますのでよろしくお願いしますハッシュタグみぶがひらがなでハロがカタカナですねみぶハロで検索してください、はい、いやちょっともう少し詳しい内容を伺いたいので、はい、また来週も分かりました来ていただいてもよろしいですか通わせていただきますやったありがとうございますそれではまずは一旦今週はここでお別れなので、はい、ラジオを聞いているリスナーの皆さんにメッセージをお願いしますはい、前回はちょっとお仕事の話でしたけどもいよいよ秋も深まってきまして涼しい季節になってきてイベントもこれからまだまだたくさん続きますので、みぶもまだハロウィンが終わってもいろいろイベントまだありますのでぜひ皆さんみぶ楽しいところなのでお越しになってみぶで遊んでカピを食べてくださいねこの人は何長儀関係ないですよねいやもうなんか洗脳されてるかんぴょうって言えって洗脳されてるんでじゃあいいですよ言っていいですよあれ言っていいですよあれをいいですよあれを言っていいですよあのみぶのサビ缶のなんかあれやってるんですよね私も詳しく分かんないんですよ分かんないかい分かんないかいあのなじゃあ私が言うんかいこれで言おうとさ言おうとしてる私もあのティーダさんに洗脳されてますねそうですティーダさんに洗脳されててティーダという男がですねなかなかこう身分の情報を逐一くれるわけですよ、はい、やたらとねでちょっと実際ねちょっとそれサブリミナルみたいな感じでカンピョーっていう言葉が語尾とかについてるんですよなんかあミスさんお疲れ様ですカンピョーみたいなやばい本当気づかなんだ気づいてないんですよ洗脳されても洗脳されても上手にね告知入れてくんですあの人はティーダさんは本当にはい何ですかね1日1回投票できる三部のサビ館 JR 東日本の駅弁味の陣2023中長いですね長いタイトルが長いまあ要はこの JR 東日本の駅弁の大賞を決めようっていうやつなんですよそれをなんかスマホでクリックとかなんか投票すると1票2票とそれで票が高い人がもちろん優勝なのでもしかするとこのみんなのワンクリックで
ミブのサビ感が全国に広まるかもしれないという大事なやつ。な ここで詳しく教わるっていう。なんでだよ。なんでだよ。っていうやつなんです。じゃあどこで検索すればいいのが私も怪しいんです、はい、JR 東日本、駅弁味の陣2023でちょっと検索していただいて、ミブのサビ感、ミブのサビ感、はい、こちらで売り出してください。サビ感って言われてもなんだか分かんない人もいると思いますけど、サビ感で検索してください。その辺もじゃあ来週でいっか。そうです、ね、ちょっとね、はい、時間もあります、はい、ありがとうございました。はい、はい、今週のゲストは株式会社水井の水井正幸さんでした。ありがとうございました。さあということで今夜の放送いかがだったでしょうか。来週もゲストで遊びに来てくれますのでね、水井さんへのメッセージなどあれば CRT 栃木放送のホームページメッセージフォームからメッセージ送ってちょうだいね。ラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。さあイベントの秋というお話しましたけれども、いよいよですね、イベントもりもり盛りだくさんになってまいりますからね、メモの準備はよろしいでしょうか。公表できる範囲でご紹介していきたいと思います。まず11月の3日金曜日祝日、今年も行われますよ、みんな大好き宇都宮餃子祭り2023。今年は初日に呼んでいただきまして午後2時からの出演となっています。ぜひね、無料なので楽しみに遊び来ていただきたいです。そしてその次11月11日土曜日 JA 三部でお祭りがありまして、こちらは朝早いんですけどね、9時半から1ステージだけ歌わせていただきます。こちらもフリーライブとなっています。そして11月の19日日曜日、いよいよです。もう1ヶ月切りましたからね。あ、いや切ってないか。間もなく切るというところですね。佐藤ひろことみんなで遊ぼうフェスになっています。たくさんの出演者出ます。詳しくは佐藤ひろこのホームページ、ブログ、ツイッターからチェックしていただいて、本当にたくさんの方に来ていただきたい、心よりお待ちしております。どうぞどうぞどうぞ、11月19日は佐藤ひろこのために開けておいて、高根沢チョックラホール、お昼12時からのスタートです。ラジオの方はまた来週お会いしましょうね。お相手は佐藤ひろこでした。この番組は干し芋王国戸崎農園、児童発達支援事業所のびる場、水道電気ライフラインは株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店、男性専用脱毛サロン一毛打尽の応援でお送りしました。明日もいい日でありますように。今やれないことを明日やれるわけ。期待してるから怖くないんだと、ブチは伸びたんだ。風に流されて舵を取れなくなって、逆光に苛まれてもくじばかいって、心疲れさすようにまだマシかなって感じ、雲に包まれて行く先を見失って、また空が遠くなっても口ばかり言って何もしない。